ことが一つあります。もしもし、もしもし、着信ひねりが来てたよ。あのさ、プライベートのことも言わないでって言ったよね、お前。言ってないでしょ。めんどくさいことなってるんだわ。何が荒れてるんだって。何が枠が余分なこと言うから。余分なことって何？やめてよ、もう。もうプライベート言うのやめよ。何って聞いてんじゃん。プライベートって何？お好み焼き食べたことだよ。お好み焼きなんかあなたと食べたことないんですけど。食べたでしょ。え？プライベート言わないでって言ったじゃん、もう。え、待って、お好み焼き食べてないよ。何の話？人と間違えるのやめて。誰なの？誰なのじゃなくて、私お好み焼き食べてないし、あなたと。ちょっと間違えたわ。じゃあ正直に言っていいですか。まず謝ります。すいません。まず謝れよ。すいません。どうした？ちょっと嫉妬してしまって、取られたくないなって思いました。早く言えよ。男と絡んでるのを見て、で、僕が復縁してほしいって言いました。で、もう配信で恋愛沙汰はしたくないので、言わないでほしい、お互い言わずにやりたいっていう感じでやろうかなって思ってました。で、僕が今回お好み焼きを食べに行ったって言って、リスナーさんと行ったって言ったんですけど、ゆまるとお好み焼きを食べに行きました。でも、あの、おばあちゃんとお母さんと娘がいて、娘さんに恋したのは本当です。すごくプリケツでいいなって思いました。そこに嘘はありません。それは嘘じゃないです。ということでいいですか。4月は女芸をだからするつもりはなかったんですけど、もうこういうことになったんで、もう仕方ないかなって。今の精神状態、体調が悪いのも本当で、体調が悪くて、あと今ちょっとメンタルも効いちゃったんで、心霊配信ちょっと行けるメンタルがないです。でも言いづらかった気持ち、言いづらかった。約束だから心霊行こう。じゃあちょっと一緒に行ってもいいですか。一人だとちょっとあれなんで。誰と？名前はちょっと言いづらいんだけど、誰？ちょっともうこの際全部言おう。これはダメか、言ったら炎上どころじゃなくなっちゃうな。全部言おうよ。この流れなら、いや、はい、もしもし、はい、なんで言ったの？だからお好み焼きのあれが来たの。今日ゆまるちゃんお好み焼き食べてたでしょ、見たよって。そんなの、あれじゃん、あので見られたんかと思って。いや、そんなわけないじゃん。で、わかんない。だって私全然配信やってたから、やってないからわかんなかったの。で、超動揺して配信切っちゃったの。うん。で、そしたら中村くんから電話かかってきて、うん、なんか今日ゼロワンとお好み焼き食べたんでしょみたいな、うん、で、もうパニックになっちゃって、もう、うん、もう言うしかないって思っちゃったの。じゃ、うん、バレるじゃん、だってどうせこんなこと言っても。それはあの、はったり、はったりじゃない、なんて言うんだっけ、引き出す感じの言葉。うん、そう、釜かけられてるんだって。うん、釜かけに乗っちゃった。釜かけに乗る？でも、まあ、マジで、まあ、頭真っ白になっちゃって、
もともと言われてるのに、さらにそんなこと言われたら頭真っ白になっちゃって、もうどうしたらいいのか分かんなくなっちゃったの。なるほどね。分かった。ごめんね。いや、俺もごめんね。どうしたらいいの？どうしたらいいの？今配信してるの？一緒に心霊配信でも行く？今から。もうここまでなったらね。まあいいよ。迎えに行くわ。分かった。やばい、クルヘンみたい。クルヘンみたい。ちょっとすごいアクティブが。ナナちゃん当たった？しょうがないよ、好きなら。ちょっと嫉妬しちゃって。じゃあ一緒に配信することなかったんですよ、初めて会う時まで。僕ね、自分の配信でユマル使ったことなくて、今それを考えてる。大事にしてるんだ。使うのはやめた方がいいのかなって。一人でできないの。ちょっと緊急事態なんで、ドカナメちゃんに電話する。ちょっとやばいから。正直に話しても怒りが収まらないみたいで。受けるわって、2人の配信を2人で配信したことないから、配送しようかな。配送、逃げるが勝ち。ピンチはチャンス。負けないで。一人で生きなよ。楽しければ、楽しい今。俺は全く楽しくないけど。ありがとうございます。50個。面白いよ。そりゃそうだろうね。俺のこといつも嫌いな人、これはもう何も俺も言えないから、言い返せれないからね。それ楽しいだろうね。叩きまくれるしね。これ何も言い訳しようがないしね。ごまかせれないし、どうしようもないよ。俺が悪いから。自業自得ですよ、こればっかりは。まあこれは叩かれて当たり前なんで。いや、まさか、白い壁で、ね、家のね、白い壁で配信するとは思わなかった。で、僕が、めめしくて、嫉妬してね、僕が電話しました。いつものこと、情けないですけど、まあ、いつものパターンですね。なんでしょう、ちょっと言いづらくて、かっこ悪いじゃん。一応みんなには俺は変わったんだって言ってたから、何も変わってない自分を正直に見せれなかった。情けなくて。これ何回目ですか？これ6回目です。 6回目になります。違う、5回目の復縁です。 5回目です。7回目じゃないよ、5回目だよ。6だよ。いや違う、5回目の別れで5回目だから、5回目ですよ。ちょっといちごアイテムください。あのいちごのもうすぐメーターがたまるんで。あ、5個ありがとうございます。あ、2個ありがとうございます。15151555、匿名さん15515155、アイテムください。15515155、誰か匿名さんから2個55155155、匿名さん2個ありがとう。15155155、ふみや2個ありがとう。匿名さんもありがとう。15151551551555。
15151555匿名さん15515151555誰か誰か155匿名さん2555もう一発255151515151515515151555白黒ちゃん255515151555匿名さん2555半藤さんありがとうね白黒ちゃん25551515匿名さん1551515155長い。